ダイエット飲料で脳卒中やボケの危険が増加？こんにちは、内科医の松本です。人工甘味料の危険性を指摘する研究がまたも報告されました。45歳以上の2888人と60歳以上の1484人について、どんな人に脳卒中とボケが発症するかを10年間調査した研究で、人工甘味料入りの清涼飲料の細菌の摂取量や合計摂取量が多いほど、脳梗塞などの脳卒中やアルツハイマー病やその他の認知症のリスクが3倍近くなることが分かりました。毎日1単位以上でこれらのリスクが3倍近いのですから、よく飲む人にとってはそんなに多い量ではないかもしれません。砂糖がいけないとよく言われますが、人工甘味料の方がもっといけないかもしれません。カロリーゼロという言葉の誘惑に騙されないようにしたいですね。確実に健康になって人生を謳歌するための10の方法という無料 e-book の請求は下の概要欄からできます。振ってご請求ください。今日も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。